信ください。こちら。ファミリーマートのベイクドチーズケーキとセブンイレブンのさつまいもと紫芋のケーキを食べたいと思います。かたや濃厚そう、かたやあっさり優しい甘さで秋を感じられそうなケーキたちですね。さあ、近年はコンビニのケーキもレベルが高いので、なかなか侮れない仕上がりになってるんじゃないかなと思います。はい、それではまずは、こちら、さつまいもと紫芋のケーキから食べていきたいと思います。上の方にモンブランみたいなペーストやクリームかなが乗ってますね。これは美味しそうな。で、中に、ちょっと見えにくいんですけど、ダイスカットされたさつまいもも入っていて、それもまた美味しそうです。それでは、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ごちそうさまでした。最初に食べた、さつまいもと紫芋のケーキは、どちらも口の中ですっと溶けていく優しい甘さが、身だけでなく、舌だけでなく、心も癒してくれる美味しさなのです。下の方にあるチョコ、スポンジケーキが苦いのが、ちょっと少し好みが分かれそうな気がします。なんでしょうね、少し大人の味も出したいという気持ちなのかもしれません。甘い、統一した方が、心の癒しは得られたかなと自分は思った。まあ自分はどちらも好きなので、美味しくいただきました。ただ、ちょっと癒されてる時に、横から邪魔が入ったみたいな風に思えなくてしまう部分もあります。ね、一方ね、ファミリーマートのベイクドチーズケーキは、ベイクドと言っていますが、食べてみた感じは、口の中でシュワッととろけていくので、むしろスフレチーズケーキに近い気がしますね。スーッと広がっていって、チーズの濃厚な甘さ、うまさを広げてくれるので、チーズがお好きなのであれば、ぜひ食べてほしいです。というわけで、今日食べたのは、こちらの、ベイクロチーファミリーマートベイクロチーズケーキの方が、チーズの味、全体のまとまりのバランスは良くてとっても美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、終演。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。